風が出てきた。父よ、この戦で乱世が終わると思われるか。おえび、速やかに戦の世に幕を下ろす。それが覇道を選んだ者の務めよ。それを介せず逃げ抗う者たち、天下は過ぎた夢か。殿、各船の確認終了しました。このまま進発の命あるまで待機します。うん。祖祖様、この風ずっと吹くだか。うん、どうかしたのか、巨人。なんでもねえけど、なんだか気になるだよ。鋭いね、キャッチャー殿。そう、この風はいずれ私たちに牙を。どういうことだ。この季節、川風はわずか時だけ風向きを変えるそうです。東南の風、つまり向こうの船団からこちら側へ吹く風。うん、風向きが変わったらどうなるという。奴らが吹矢でも打ち込んでくる。まさにその通り。敵は火を用いる。風が変わるその時を待っているでしょう。まさか。そのまさかを考えるのが軍師の仕事ですから。大丈夫ですよ。敵の策、必ずや覆してみせます。